この穴ぼこ。こっちにも穴ぼこ。いやいい感じ。素人感丸出し。この素人感がいい。綺麗に作っとったんじゃ面白くない。いい感じに仕上がってきてます。これが完成予想図はこんな感じ。まあちょっとまだ修繕するとかたくさんありますけど、こんな感じで仕上げていこうかなと思ってます。スプレー。ああ、なるほど。黒板作るわけやね。今日は。簡単に言えば、黒板です。ぐらいになるんかね。こうやな。最後の最後で気づいた。やり方は多かった。とりあえず完成でーす。板っぽい。てか黒板か。そして黒板作りは今度終わりでいいですか？完成です。完成です。そしたらこの周り、今土、いろいろの周りは土になってますが、ここに今瓦を埋めて、ていうか瓦、古い瓦を置いて、引き詰めていきたいと思います。瓦は湿気防止にもなると慎太郎が言ってました。本当かどうかは知りません。この上に畳が敷かれればきっと素敵な素敵な囲炉裏になるはず。モンドもくっついたので綺麗になったかなと思ったんですけど、意外にモンドくっついたせいで歪んでしまってます。なのでこちらの下につけた木見えるかな、こっち、あれこっち、あこっちやな、この下地の木をと天板を水止めしていこうかなと思います。最初本当はダボつけてそれをうまいことつけていこうかなとか考えてたんですけど、歪んだのでまあネジで固定した方が早いかなと思うので、それでやっていこうと思います。天板つけるだけでだいぶ格好変わりましたね。変わりましたね。いやー、いろいろらしくなった。今日っていうか、畳カットしていきます。畳引くやつをちょっと準備して、まあ全て試しなんでどうなるか分かりません。お気にするスタート。やっぱ引くだけでだいぶ形が変わったな。すぐ汚れるな。まあまあ最初のうちは仕方ねえわ。あでも本当にあと1枚畳引き終わりました。ここには鍋置きとか熱いものを置くためのブロック、畳切って入れてみました。やっぱ畳入れると雰囲気がもう断然、なんだろう、もう土の頃が思い出せない。瓦なんてクソくらい。余った畳がここに見事寸法がぴったり。なのでここに置いてみました。やっぱでも畳でもありっちゃありですね。ありやね。全然畳でもいけるような気がする。はい、そしたらみんなで座ってみたいと思います。座ったらどんな感じになるかな。はい、そしたらここまで完成しました。ここの部分にふすまの扉をつけてみようかなと思います。ま
だ仮固定ですけど、とりあえずこの柱1本は確定。だいぶ形にしてくれてます。今上の方を取り付けるランダリチュール。はい、こんな感じになりました。うわー、はい、あー、しまった。なんか見違えますね。いいね、いいですね、やっぱ、まあ、上の井田座の材料いっぱい切ってきました。行動を塞いでますから棚作っていきます。竹を取ってきたけど全然足りません。足らねえ。完成？完成。あるものだけ使った割にはね、まあはみ出たとことかもあるけど十分かな。2段目完成だよ。火棚をぶら下げています。よし、はい、完成。メイさん、お疲れ様です。無事に完成しました。